絶対に行きたいとお兄ちゃんも言うので、はい、よろしくお願いします。一生懸命育てます。今ほら練習環境が悪くて、こうしたらしょうがないんだね。相手がいらっしゃる。みんな楽しみですね。うん、毎回楽しみです。はい、いいと思うんだよ。はい、よろしくお願いします。はい、よろしく。試合の結果をお知らせいたします。チームアット試合番号1番50キログラム級の試合は赤コーナー宇中央高等学校鈴木美奈選手のテクニカルフォール勝ちでした。ただいまよりCマット個人対抗戦試合番号2番57キログラム級赤コーナー芦屋学園高等学校田島あかり選手対青コーナー阿部学院高等学校田島野中選手の試合を行います。A マット試合番号1番47キログラム級の試合は赤コーナー紫龍東高等学校江坂瀬奈選手のテクニカルフォール勝ちでした。テクニカルフォール勝ちでした。
A マット女子個人対抗戦試合番号3番68キログラム級赤コーナー日本体育大学大岡高等学校星野玲選手対青コーナー宮崎農業高等学校早瀬ひなた選手の試合です。試合の結果をお知らせいたします。 A マット試合番号3番68キログラム級の試合は赤コーナー日本体育大学大岡高等学校星野玲選手のコール勝ちでした。試合の結果をお知らせいたします。 B マット試合番号1番47キログラム級の試合は青コーナー湘南高等学校浜崎